曲だな。なんてユカリの曲がこんな難しいんだろう。すいません。3回もあれしてるんです。はい、しかも最後これって。ね、でも大変だった。あの一昨日、うん。すいません。自分でもこんなややこしい曲だった自分でも思わなかったから、うんうんうん。でも多分自然にユカリにこういう風にメロディーいったんだろうね。そうなんですよ。だと思うんですよ。感覚だけなんですよ。本当何も考えないで作る。勉強になりました。ありがとうございます。いやいや何も考えてないで作るとこうなるんか。あメロディーないとあれから自分の頭の中のイメージで、うん、もう和声もできてんだろうねこれきっとね。まあ和声っていうか、うん、なんていうか、うん、普通に作るってたから和声から持っていくようなアプローチを感じるけど、うん、多分メロディーからいったんじゃないの。メロディーから言ってますね。そうですね、うんうん、そうですか、うん、ありがとうございます。